じゃあ今日もまたこの前、やった、中に質問カードが入っているので、はい、取って一人ずつ答える、はい、今回はね結構まともなのが多いからみんな語って。最初はグーじゃんけんほい。最初はグーじゃんけんほい。じゃあどうですか、何が出るかな。じゃなかったこれ。はい、どうぞ。チラリ。はい、これだったら誰にも負けないです。下ネタ。違います。なになに、これだったら誰にも負けない。これだったら誰にも負けないですか。うん、あ、僕、合気道を一応9年ほどやってまして。マジで。はい、あの学生、高校まで。おぉ、有段者なので負けないかなって。あ、じゃちょっとうちにも来てるんじゃない、合気道の有段者が。本当ですかね、たくさんなんで全部俺だった合気道。合気道ちょっと2人でやってみる。え、合気道ってどうやつ。空手じゃないよね。空手じゃないです。来たやつを受けて流すっていう。あ、渋沢さん。あ、そうですそうですそうです。牧野。そうです。渋沢は何だっけ、先生でしょ。はい、親指持っただけでグリーンってやつ、2メートル弱角度のおーと転がすような。あれ本当にできるの。あれ本当に、入団者の方はやるらしいんですけど、僕らの代はやらしめないんですよ。ちょっと、だけどだけどマジで、ちょっと俺に、どうやってやるの。いや、ちょっと待って、親指あるじゃないですか。これを、こっちの反対、これ、ここの部分をクリック回してあげると、こうやって回るので、それを早く持ったらやると、体が痛がるんですぐに持っていくんですよ。じゃあ、一人で自分で飛ぶ。いや、もういいよ。ごめんなさい、ごめんなさい。すごいね。勝手にね。はい。勝手にね、痛いから。そうです。すごいじゃん。じゃあ、エテルナもあれでいけるじゃん、デートのプランで。あ、もう、僕、アイキドをやり合いましょう、みたいな。やり合いましょう。守る方じゃなくて。いや、今の下ネタっすよ。違う。すごい、初めてだね、こんななんかリアルに有段者とか。じゃあこれから守ってムーマの。もうなしだろ、これ。じゃあ次、じゃあ次の。はい、どうぞ。じゃあ何かな。休みの日は何してるね。おー、休みの日は何してる。僕、基本的にいつも考え事するんで。やる。仕事とか。仕事とか。仕事とか、なんかこれからの先のことを、将来のことを考えて、じゃあ今何するかっていうことを結構考えます。だから結構なんかリアルな仕事。考えたり、まあネットでそういうのをこう検索したりとか。そういうの考えたら寝れなくなりますね。いや、そういうのする考えるの好き。結構こう縦に研究するの好きだから。計画するの好きですよね。そうそうそう、そういうのする、結構。へえ。どうぞ。これ俺多分ない。ない。自分は動物に例える。わあ、いいじゃん。なんか今回いい、まあ、俺いいのばっか来るね。ちょっと一番マシなの来たかも。自分を動物に例えるなら何？なんだろ、怠け者。怠け者。全然良くない。怠け者で、あえて怠け者だろ。なんでなんで。いや、だから特になんか、なんだろう、怠け者だからここじゃないよね。そういう意味じゃなくて。なんでじゃあ、どういう意味。なんでなんで、なんで怠け者。え、なんとなく。なんとなく。なんとなくだって自分を動物に。いや、嘘だったから。犬とか猫とか。ああ、分かる分かる。生き物って初めて聞いたよね。ああ、そのまま好きでいい。木の上が。前もそのまま。木の上。上が好きとか。あ、小学校の時は木登りしてましたけど。そう、猿の。生き物なんだ。あの、いたずらするの好きだったんですよ、上から。なんか投げて。猿っすね。俺、生き物ってどんなやつ。寝てるイメージ。めちゃくちゃ変なやつ。1ヶ月ぐらいなんか食べずに木とかでこうやって何もしない、はい、じっとしとれるってこと。そうです。なんで水の中に落ちたら泳げないんですよ。溺れて死ぬってこと。やべえじゃん、バンジー行けねえじゃん。
体力なさすぎて聞きまして。あ、動いてなさすぎて。はい。マジか。バンジージャンプいけんやん。お汁と下水だよ。あ、じゃあウサギにしよう。かわいい。ウサギではないよ。ウサギ年なんですよ。あ、そうなんだ。でけな。うん。じゃあ間違う。え、ちょっと逆になんだ俺。ハヤト君はハリネズミ。何がどこがですか。なんか可愛い一面あるじゃん。ハヤト君。どうですか。けどなんか見た目がイカついじゃん。ハリネズミってなんかこのパカってやったらめっちゃ可愛いじゃん。どうすかパカ。いやいや要はこの状態恩恵になるんですわ。めっちゃ可愛いじゃん。な感じイメージがある。どうしよう今日俺抱かれる。いや全然そっちじゃなくてそっちじゃなくてそっちじゃなくて身の毛どうしたか今日もなんか頭がもう満足やっぱ飲まなきゃね。ちゃんとそうですね。ちゃんと自分を動物に例えるなら、はい、これいいでしょうね。今日なんかこれか。はい。何が出るかな。俺だけ絞るとこない。あ、それいいね。あ、セールスポイント聞きたい。なんか今日いいの当たるね。すごい。セールスポイント。セールスポイント。これ何このここのエテルナードって。何でもいいんだよ。人生の自分のって。自分のセールスポイント。あ、あと話しかけるのが好き。話すのが好き。甘えるのが好き。違う。どう裏返したらいいの。話す、あの話しかけたり人と接するのが大好き。かな。何納得してないの。ええ。年上が好きとかそういうことじゃなくて。俺のイメージと。すぐそっち持ってくるでしょ。はい。じゃあ聞きます。聞きます。聞きます。じゃあ人と接するのが好きなセールスポイントです。ああ。じゃ。人と接しして、まあいろいろこうお話しするのが好きってことですね。そう話すのね、はい、人もなんか聞き出すの好きな。聞き上手なの意外と。まあそれは俺じゃ分かんないけど、もうなんかあの説明文に書いてましたね。そこ頼りなんですね。あと一回じゃあ、はい、最後にね、新人文。あ、新人文どうぞ。いいの取っていいの頼んで。これこれで。ないない。一番好きなものは。一番好きなもの。一番好きなもの。一番好きなもの。すごく地味になっちゃうんですけど、いいですか。なんで。はい。どうぞどうぞ。いいよどうぞ。地味なもの。はい。いや。待って。開けてみる。一番好きなもの。地味なんでしょ。いいの。地味です。好きなもの、はい、あ、はい縁側でお茶を飲む。あー、でも近いですね。好きなことじゃなくて。そうだろ。いやいや、縁側でお茶を飲みながら落ち着くのが好きに近いです。え、おそれが場所変わってるだけです。風呂上がりに牛乳を飲む。全裸で。正解。違います。全裸ってとこ。あ、違う。ちょっと恥ずかしい。いいよ、タオル。そういうことじゃない、そういうことじゃない。いや、わかんない。なんか今、ほら、惜しいんでしょ。惜しいです。どっちが惜しい。全裸か、いや、全然全裸は遠いですけど。お茶が近い。縁側はお茶が近い。落ち着いて、ゆっくりする。あ、わかった。喫茶店で、一人で飲む。あ、違います。あ、違うんだ。なになに。喫茶店で、牛乳を飲む。飲むものが変わってるだけですかね。コーヒーでしょ。コーヒー好きです。あ、じゃあ、何です。コーヒーなの。お茶じゃなくて。コーヒーです、飲むの。あ、分かった。もうさっき言ってた。はい。あの、イングリッシュティーを飲む。イギリスで。イギリスにかかるんですか。やばい。コーヒーって言えましたよ。だ、そっか。イングリッシュって紅茶です。コーヒーね、コーヒー。コーヒーです。あ、コーヒーにお酒を入れるって飲む。それ自分や。それ自分や。それ自分や。梅酒にミルクティー入れるみたいな。それ自分や。コーヒーを飲むんだ。どっからコーヒーを飲むんだ。そうです。なので、あの、これここコーヒーをこの場所で飲めばきっと美味しいだろうなってところが、分かんない。え、この後、やったことない。
あります。ただまだ回数が少なくて結構ハマって実際に美味しい。はい。なんでこれからの時期やる方が多分増えるなって思う。下ネタだよね。違いますよ。今日そういうの多いっすね。いや好きよ。じゃあいつもじゃない。いつもみんなそうやから。あ、そうなんですか。ちいつもやからこれは。これはあのノーマルパターンや。はい、失礼しました。え、場所は関係する。場所はい。なんか場所によっては分かった、はいはい、バンジージャンプしたいバンジージャンプしたいからこういうのむすか違う、かかってるだけなんですがあの、ソロでソロであの、ホモネユーチューバーだってホモネスイトみたいなやつ、ね、ちょっとやってみてカメラ回しながらそれだったら見に行こう来ますそれで見に行こう一緒にやりましょうそれやるのでもあれですよ、バンジーやるとこですよバンジーやる場所が富士山じゃんああ、山頂で、はい、コーヒーを飲む。はい。全裸で。全裸じゃない。どうしても僕脱がしたいんですね。え、山頂で飲むの？はい。コーヒーを。はい。2回ほどやったことあったんですけど、なんか高貴だよね。やることなんか憧れがあって、小説の中の主人公それを趣味でやってるっていうのがあったんですよ。はあ、あれなんていう小説の？古くて覚えてないんですけど。小学校の時読んだやつでかっこいいなと思って憧れて高校の時にやったんですけど高校でやったんだ高校でやりましたこのかっこいいけど水筒に入れてくるのあそうですそうですコーヒーはいで水筒のコップで飲むの1回目はそうです魔法瓶みたいなやつはいで2回目はちゃんとインスタント用に火つけてこうグツグツ沸かすやつでやりましたかっこいいだいたい高いか売ってないんですよ。あ、売ってないんだ。はい。みんな高いじゃん。買っちゃダメか。仕込まれたから大変じゃん。なんか高いらしいですね、なんか上は。高いです。カップ麺300円とか500円とか。あれ、なんか想像より。ちょっと安かったよ。俺は、おお、サービスエリアと一緒じゃねえと思ったけど、もっといいかな。そんな感じで。なんかすごい、すごいね。富士山の山頂でコーヒーを飲む。はい。まあ僕今のところ一番。それで、ね、初日の出を見ながらとか。いやいや日の出を見ながら。普通の日の出とか朝日ね。富士山何回登ったの？僕5回登ってます。へえ。一番日本の地少ないのに一番登ってる。え登られたことない。ない。ない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 。一回も俺富士山ちゃんと見たことない。見たことはあるやん。それ言い過ぎ。全新幹線から見えるよ確かに、まあ、それ見えるじゃあ俺でも移動中では東京と名古屋のそれ見たのね一回もなエロビばっか見てる違う違う全然俺新幹線でエロビ見てるいつも雲で隠れちゃってるああ移動中とかうわすごい一回じゃあ全本の一緒にいやいいわ何でですかもういいわそれ一人で行くの僕一人とか友達とかで行ったりしますなんかルートも何個かあるんでああなんかきついルートとあそうですそうですそれやりながらやるのもヘリコプタールートもあなんかお金かけてやる人はいるらしいですあるんだ本当に、でも大体救助される方ばっかりですからそっちのルートそうです裸でなんか凍傷になってこう運ばれること嫌ですよやりませんよとかですけど裸っていうのはさそのもう凍死しそうになって体がめちゃくちゃ熱くなってで、もうやばい状態でね、最後あ、そっち体温を上げようとしてあ、ごめん、ちゃんとしたこうなんだちゃんとした下ネタだと思ったあ、そうなの僕は、ごめんなさい、僕も下ネタの方だったもん俺も下ネタの方だと思ったけど、結構今、正論が普通だと言ったから脱いだ人がって言ったから脱いだ人僕は脱いではないですよそういう人いるのかなとえ、露出鏡じゃないよ違います、違います露出鏡いや、全然なんでみんなで見るの露出鏡じゃないよ結構それっぽいですもんね、Tシャツがちょっと今日濡れてます濡れてます肌が濡れてますもうそのネタやったね、それ肌が濡れてますで水が濡れる、あ、濡れる、濡れ、濡れ、もう何もじゃあ今日はこんな感じです、鈴木くんを、よろしくお願いしますお願いしますバイ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 